ウィルヘルム・カールベルナー・オット・フリッツ・フランツ・ビーンは、ドイツの物理学者。英語風に、ウィルヘルム・ウィーンと表記されることもある。熱力学、特に国体放射に関する研究で知られる。ビーンが発見した、ビーンの変異則やビーンの放射法則は、マックス・プランクの量子論に、直接結びつくもので、後にマックス・フォンラウエをして、 ビーンの不滅の栄光は我々を量子力学の玄関口に導いたと言わしめた。1911年、熱放射の処方則に関する発見により、ノーベル物理学賞を受賞した。東プロイセンのフィッシュハウゼン近郊にあるアフフ県で、農場主、カール・ビーンの息子として生まれた。1866年に両親と共に、ラステンブルク地方のドラッハシュタインに移り、 1879年からラステンブルクの学校で、1880年からハイデルベルクのギムナジウムで教育を受けた。1882年にギムナジウムを卒業したビーンはゲッティンゲン大学とベルリン大学で数学と物理学を学んだ。翌1883年から1885年まではベルリン大学のヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツの研究室に所属し、 1886年に金属人炭による光の解説が材質によることを示す論文により学位を取得した。この論文を執筆していた頃に東プロイセンの親戚の家でマックス・プランクに初めて会ったという。父親が病気になったため卒業後は実家に帰って農場の経営を手伝ったものの経営は思わしくなく、1890年に ビーンは土地を売却して学術研究へ戻ることにした。ビーンはベルリン工科大学に席を置き帝国理工学研究所所長となっていたヘルム・ホルツの下で研究を再開した。また1892年からはベルリン大学の志向師にも採用された。1896年の秋にはフィリップ・レーナルトの公認としてアーヘン工科大学教授となり、 1899年には、ギーセン大学、さらに1900年からは、ビルヘルム・レントゲンの公認として、ビュルツブルグ大学に招聘された。また1902年には、ルートビヒ・ボルツマンの公認として、ライプツィヒ大学に、1906年には、パウル・ドルーでの公認として、ベルリン大学から招かれたが、いずれも断っている。1913年には、理論物理学講師として、 コロンビア大学に招かれた。1920年にレントゲンの公認としてミュンヘン大学物理学教授となり、修正その地位にあった。晩年はドイツ物理学会会長を務めたほか、ヘルムホルツ協会を設立するなど、第一次世界大戦後のドイツの物理学や工学の復興に尽力した。また政治史にも興味を示し、第四代レイリー教徒の間で、 ドイツとイギリスの対立について書簡で議論を交わしたという。1928年ミュンヘンで死去。1898年に結婚したルイーゼメーラーとの間には4人の子供が生まれた。1911年の第1回ソルベイ会議で前列右から3人目がビーン。ありがとうございます。